伊丹市昆虫館は、兵庫県伊丹市の昆虫地公園敷地内にある日本の昆虫館。1990年11月10日開館。1990年に伊丹市の市政50周年を記念して開館した。当初は、在来法人伊丹公園緑化協会が施設の管理を行っていたが、合理化のため2013年3月末に協会を解散し、伊丹市立となり、 公益財団法人伊丹市文化振興財団が指定管理者として運営を担っている。館長は、初代は田中あずさ、2012年4月以降は奥山誠一。昆虫館をより楽しむための組織として伊丹市昆虫館ともの会がある。兵庫県阪神北県民局管内の市長に居住する未就学児と小中学生を対象に発行される。 クローバーカードを提示した場合は入館無料だったが、クローバーカードは平成26年3月末で廃止された。2006年から伊丹市で始まった泣く虫と里町の主催者の一員として参加。2011年には東日本大震災により破損した岩手県の陸前高田市立博物館が所蔵する昆虫標本の修復作業を実施した。今用地の対岸から見た。 昆虫館の外観。ドーム状の建物が、超音室。ドーム状の超音室では、伊丹市に生息するものと沖縄県産の合計14種、約1000匹の蝶が飼育されている。下の写真は、超音室で見られる、主な蝶。以下の書籍を編集、監修している。蝶バッタセミ ISBN978 から4、から829983027、トンボ。 甲虫 8ISBN978 から4から829983034伊丹市昆虫館編伊丹市昆虫館研究報告第3号伊丹市昆虫館伊丹市昆虫館ともの会クローバーカードと兵国国コ,コ,コロンカード伊丹市クローバーカードを廃止しました伊丹市2016年8月8日閲覧日本ミュージアムマネージメント学会研究企業地域連携 施設連携による事業の展開なく虫と号調を坂本昇所伊丹市昆虫館における陸前高田市立博物館被災昆虫標本の修復作業について伊丹市昆虫館2011年5月30日坂本昇、町へ出て行った地域連携施設連携の事業なく虫と号調ありがとうございます